立方センチメートルは体積の単位である。その単位記号は立方センチメートルである。英語のキュービックセンチや、それに相当する各国語を略した c c も用いられることがあるが、口述する理由により好ましくないとされている。1立方センチメートルは、一辺が1センチメートルの立方体の体積と定義される。一センチメートルイコール一百メートルなので、 1>, 1立方センチメートルイコール3イコール1、100万立方メートルである。現在では、1ミリリットルは正確に1立方センチメートルである。なお、1立方センチメートルの水の質量は、約1グラムである。1901年から1964年までは、高精度測定のための体積の単位は、最大密度で、標準大気圧の下にある1キログラムの、 純水によって占められる体積であり、その体積をリットルと称する。と定められていたが1964年に変更された。測定結果によれば、最大密度は摂氏3.98度、1気圧において0 9 9 9 9 7 2ムであったので、それに応じ1トルイコール1.00028立方センチメートルだった。 1964年の第12回 CGPM 以降は1ミリリットルイコール正確に1立方センチメートルとなった。詳細はリットル歴史を参照のこと。リットルという名称は高精度の体積測定の結果を表すためには使用されないよう国際度量構想会が勧告しているにもかかわらず多くの科学の分野では 立方センチメートルはミリリットルに置き換えられている。アメリカ合衆国においては、医学と自動車の2分野においてのみ、立方センチメートルが未だに使われ続けている。イギリスにおいては、医学では、立方センチメートルよりはむしろミリリットルの方が使用されるが、自動車の分野ではそうではない。他の英語圏の国においては、立方センチメートルが使われ続けている。 国際単位系では CC の使用は認められていない。また、日本作業企画においても使用できない単位となっている。日本の軽量を法においては、取引や証明には CC でなく立方センチメートルを使うことが望ましいとしている。現在、医学の分野では、処方箋などでの CC を Do Not use リストに入れて、その使用を廃止しようという運動が進行している。 これは、手書きの CC が0、0と見誤りやすい、または、ユニッツの U と見誤りやすいためであり、それにより、場合によっては、致死量に達する薬品の適量超過の恐れがある、ためである。アメリカ合衆国では、医学上の略語によって引き起こされたミスのうちの12.6%が、立方センチメートルの意味での CC に関するものである。CC の代わりには、 ミリリットルを使用することが推奨されている。また、マイクログラムもミリグラムに間違われやすいので、代わりに MCG を使うことが推奨されている。日本では、主に自動車や二輪車などのエンジン排気量の単位として広く用いられ、運転免許の区分など公的な規定や公文書でも、センチメートル3や L ではなく、CC が依然として使われている場合がある。 かつては牛乳瓶など小型容器の体積あるいは内容量を表す単位としても幅広く使われていた。ユニコードには CJK 語管用文字として蒸気の文字が収録されている。これらは既存の文字コードに対する広報互換性のために収録されているものであり、使用は推奨されない。ありがとうございます。